警察庁は9月8日付で八田與一容疑者を重要指名手配に指定、道交法違反容疑では全国初。これによって別府ひき逃げは300万円の捜査特別報奨金対象事件に指定され、これまで遺族が私費で出していた500万円の懸賞金を合わせると上限800万円に。殺人と同様の凶悪性があると判断した。県警によれば11月の指名手配強化月間に合わせ、殺人も視野に入れて捜査を強化するという。重要指名手配になるとまず全国の警察官に冊子が配られるんですよ。でそれがまず顔写真、特徴、そういったものが全国の警察官に、まあ、写真付きで送られる。そこに交番やいろんな商業施設、駅などに重要指名手配のポスターが貼られる。発生してから1年以上経った中で、これは警察の捜査だけで逮捕するのは限界がある。遺族の諦めない強い意志、やっぱり世論がこの事件に関して大きく関心を持ち始めた、まあ、その中でこれを捕まえなければ警察としても威信にかかるものだという警察が位置づけしたということだと思いますね。しかし清原弁護士によれば、事件発生から1年以上が経過すると、ひき逃げ死亡事件の場合は容疑者の検挙率が一気に下がると指摘する。事件から1年経った後に検挙されたのはわずか 0.2% だというんですよね。今回の指定を遺族はどう思っているのか。以上に周知されるんでという報告を受けたんで、まあ今以上の効果は出るかなと。ただこれによってその良かったですねっていう感情は別に生まれないし、より一層早く周知できるんだな、今まで以上に力を入れてやってほしいなっていう。そしてこんな違和感も生まれたという。確かに一人だけ、道路交通法違反だと、なんか違和感はかなりありましたね。だからなんでこのまま重要指名手配でやるのか、何度もその警察にも問いましたけど、あくまでも道路交通法違反だと。しかも答えてくれないので、これを機に、まあ、殺人罪に切り替えてほしいなという強い思いがありますよね。重要指名手配とは、凶悪犯罪など全国の警察を挙げて捜査が必要な被疑者を指定することで、これまで13人が指定されている。記憶に新しいところでは、東京六本木クラブ襲撃殺人事件、見立新一容疑者。こちらのビルの2階で男性が殴打されたということです。現場ではまだ監視活動が続いています。六本木の雑居ビルで金属バットを振るい、複数人で男性を殺害した事件。この主犯格と思われる見立容疑者は、事件発生から11年経った今も捕まっておらず、海外に逃亡中との情報も。現在は報奨金に加えて民間からの懸賞金も合わせて、その上限額は600万円に上る。さらには長野飲食店拳銃発砲殺人未遂事件、金重幸容疑者。神戸市暴力団組員拳銃発砲殺人事件、菱川辰巳容疑者。沖縄警官2名殺人事件、又吉武雄容疑者など。しかしお気づきだろうか、いずれもご覧の通り長期間にわたり逃走を続け、いまだ逮捕には至っていない。これまでの13人の重要指名手配犯の中で、10年以上逃走を続けているのは11人にも及ぶ。中には48年逃走を続けている容疑者もいる。かつて秋山が執念の捜査を続けた殺人事件も重要指名手配になったが、容疑者は11年間逃走し死亡したことで発見された。ではなぜ全国規模の捜査対象となりながら捕まらないのか。暗い顔だけでやっぱ人を探すというのはかなり難しい。
実際、富田林ですね、過去留置場で逃げた容疑者を、まあ、毎日のようにメディアが、報道していましたが、結局誰にもこう感知されずにですね、広島まで自転車に逃げられた。でもやっぱり見るとですね、顔の表情というのが指名手配で出された顔と全く違うんですよ。では長期間にわたって指名手配犯の逮捕を待ち続ける遺族はどんな気持ちでいるのだろうか。今回アベマ的は重要指名手配に指定された殺人事件の被害者を取材しました。いちるの望みは捨てきれず、インスタグラムでアカウントを作りました。そう答えてくれたのは、事件発生から今年で25年を迎えた群馬県一家3人殺害事件の被害者遺族の長女。殺人罪の容疑で重要指名手配されているのは小暮博史容疑者、現在54歳。1998年1月14日、小暮容疑者は長女のいない時間に自宅に押し入り、祖母と両親を包丁のようなもので殺害。何も知らない長女が帰宅すると、待ち構えていた小暮容疑者は玄関脇の部屋で2時間近くも拘束。その後、小暮容疑者は車で逃走。事件前、小暮容疑者は長女に好意を持ち、交際を迫るなどのストーカー行為を繰り返していました。高崎署は小暮容疑者を全国指名手配。似顔絵ポスター5万枚を作成し、情報提供を求めました。しかし、現在まで小暮容疑者はおろか、逃走車両すら見つかっていません。被害者遺族である長女は今年1月、事件を忘れないためにと SNS を開設。事件解決への糸口になればと情報を発信し続けています。最愛の家族を不条理な暴力によって強引に奪われてしまったあの日からすでに25年。番組の取材にその心境を明かしてくれました。25年未解決事件であることについて、顔も名前も乗っていた車でさえ最初から明確だったのにもかかわらず、車も何も見つかっていません。すぐ捕まえますよと余裕たっぷりに笑って答えてくれた捜査員のその言葉は実現することなく、止まってくれない時間だけが無駄に過ぎていきます。もう25年も経ってしまい、徐々にもしかしたらもう逮捕されずに永遠に未解決事件のままなのかもしれないと落ち込んでしまうことも正直あります。それでもいちるの望みは捨てきれず、インスタグラムでアカウントを作りました。このまま時間に埋もれて忘れられてしまうのはやはり辛いものです。アカウントを作ってみると思いのほか情報が多く、まだ皆さんが関心を持ってくれているのだと心強く感じています。ここ最近はPTSD の症状が落ち着いてきて、犯人への恐怖心は薄れ、怒り、憎しみは落ち着いてきています。目の前に現れたらどうなるか分かりませんけれど、25年前に両親と祖母を亡くし、それまで生きてきた私の人生も奪われ、それから25年、全く違う人生を構築してきました。まるで違う人生でした。犯人は奪った命を返してはくれません。奪った人生、時間も返してはくれません。
逃げ隠れしてないで罪は償うべきだと今でも思っています。さあということで、重要指名手配に指定されてもなかなか検挙には至らず被害者遺族の辛い気持ちは続いているということなんですけれども、出上ちゃん、どういうふうに思われますか。やっぱりこう時が止まってしまいますよね。その遺族の方の気持ちはやっぱり計り知れないですけど、その捕まって裁かれてやっとこうなんだろう、それでもやっぱ悲しみは絶対消えないし深いとは思うんですけど、そこからやっとこうその遺族の方も少しこう歩み出そうとかそういう思いが絶対あると思うんで、でもなんかこれだけこんなに捕まってないんだっていうのを見ちゃうと、なんかもう本当なんとこうコメントしていいやらというか、自分もなかなか言葉が出てこないですけど。清原先生もおっしゃってました、1年経つともうぐんと検挙率が下がるという、はい、そうですね。まあ、ただそれは道路交通法違反のひき逃げの事案だけであって、殺人事案であればね、殺人容疑であれば1年経過しても、事件から1年経過してもやはり警察は捜査体制強化してますので、結構検挙されてるんですね。だからあの時私言ったのは、殺人の容疑だと警察署でどうしても捜査がね、体制が弱いから1年経っちゃうともうなかなか捕まらない、だから殺人した方がいいんじゃないかということでああいったお話したんですけども、今まさにただ重要指名手配されておりますから、ほぼ殺人と同じような、ね、形で、捜査体制強化されると思いますので、ぜひね、服部容疑者に関してはですよ、今年の10月11月というのは指名手配犯を検挙する強化月間ですから、警察とてですね、ですからぜひね、この年内のうちに服部容疑者ですね、検挙してほしいと思いますね。いや本当そうですよね。タコはいかがでしょう。そうですね、結局その遺族の方々が PTSD になったりとか、そっちのこのケアの方がなんか多分ね、今も SNS で25年間 PTSD でずっと多分男性を見るだけで怖くなってたりとか、もうそういうような症状とかも出ると思うので、そっちの残された遺族たちのこの気持ちというか、そこがかなりこう思うだけで辛い気持ちになりますね。はい、高松さんいかがですか。いや本当に25年もそういう気持ちを抱えながら生きていくっていうのはもう本当想像がつかないですし、なんかこういうのを本当に犯人の人がこう目にしたりとかしてると思うんですよね。だからやっぱ自首してほしいですし、周りで協力者いないとなかなか逃げること厳しいと思うので、本当にご遺族の方の思いとか被害者の方の思いを知って、本当に通報してほしいなと思いますね。秋元さん、その VTR にありました警察官がすぐに逮捕しますよって言ってくれたっていう、やっぱりそれは名前も分かっている、乗っている車種も分かっている、ナンバーも分かっているということで、あ、まあ誰がどう考えてもすぐに捕まるだろうということやったんですよね。そうですね、やはり発生から被疑者割り込ん、特定して逮捕状を取って指名手配です、はい、初動の段階だとやはり犯人の立ち回り先が分かるし、今までの過去の、それとか友人が分かって聞き込みするとか、それとか携帯電話持ってるんでその位置情報を取ったりとか、それとか銀行紹介してここで ATM で下ろしていると、その位置情報が大体分かるわけですね。ところがやはり日が経っていくと事件も風化するんと、もう一つは変わるんですね、人間って。やはり年がいくほどあえて指名手配を打たれたら変装するんですよ。髪の毛を剃ったりとか、ひげを生やすとか、眼鏡をかけるとか。私が長年追った指名手配で残念ながら捕まえれなかったのは、やはり、あえて太らしてるんですよ、もうブクブクに100キロぐらい太らしてるんですね、で生えるものも全部剃って、でひげ生やす、眉毛も剃る、頭も剃る、で眼鏡をいろんなサングラスを10本ぐらい買ってるんですよ。で太ってる、もう声が頼りだったんですけど、だからやはり自分もこれだけ11年間逃げられたんですけど、逃げられたらこれだけ人は変わるんやなと。ほんであえてポスター貼ってますから自分で変装するわけですね。で表へあまり出ない、
で残念ながら11年間逮捕できずに死亡して発見ということもありました。もしかしたら今回のこの事件も、車が分かっている、持ち主分かる、携帯電話も財布も車内にある、まあ、すぐ捕まるだろうっていうふうに思った部分も。そうですね、やはり現場の捜査員というのはやはり遺留された犯行使用車両がある、番号から容疑者が特定できた、八田裕二と、よし、これはもう八田裕二という容疑者が特定できたんで、もう近々に発見して捕まるだろうっていう捜査員の気持ちは多々あったとは思います。松井さん、いかがですか。ただ今回、まあ、期待が持てるのはですね、はい、さっき動画流れたでしょ、はい、昔は写真だけだったらそれがポスター貼ってても分かんないわけですよ。でも完全動画ほら流れてるし、うん、そうするとね声まで入ってますね、うん、そうするとこれは全国の方々がこれ見れば、はい、その辺動いてれば発見する可能性が非常に強いなっていう、これから生きていくかって言ったら可能性ありますね。だからそこにはちょっと望みをかけたいような気がします。こういうのが流れてますから、でサングラスかけたらこうなるし、声が全部聞こえてますから。で1年前だからそんなに変わってない。ただいな病院もね。そして警察庁ですね、八田容疑者を14人目の重要指名手配に指定したということで、そのポスターをご覧いただきましょう。こちらです。ですね、ご遺族は事件解決への大きな前進としながらも残された事項もある中で凶悪な事件として指定してくれたのであればもっと早くしてほしかったともおっしゃっているそうです。でもやっぱり、被害者のお父さんおっしゃってました、一人だけひき逃げ事件っていうところにやっぱり違和感を感じるっていう、なぜそんなにこだわるんでしょうか、警察は。そうですね、やはり一番最初に逮捕状を取ったのがひき逃げなんで、それがずるずるいってるとは思うんですけど、この道交法で本当にこの重要指名手配っていうのは異例中の異例なんですね、はい、うん、もう私も本当にこうまさか、この事案が道交法のままでね、重要指名手配っていうのはありえないと思ったんですけど、うん、これは大きな前進なんですね、うん、ただですね、捕まえてなんぼ、ハッタを探して発見して捕まえてなんぼですから、やはりこれからこの重要指名手配、これをもとに、本当に全国の警察官が、発見して、実はこの重要指名手配になれば、はい、顔写真入りのポスターが当然警察署とか全国の、はいはいはい、交番とか貼られます、はいはい、それプラス、この一覧表の顔と名前と罪名のやつの一覧表が全国の警察官全員に配布されるんですね、はい、でそれを折りたたんで警察手帳入れておく、はい、でやはり、当初の八田与一であればもう本当無名の、うん、指名手配者と思うんです、はい、今は本当日本一有名な指名手配者になってるんで、これが全国の警察官が八田探しをすれば捕まる可能性が高いと思うんですね、うん、最初に一番最初にこの番組で扱った時、正直スタジオの誰も知らなかった事件でしたね、はい、だからその頃に例えば青森に逃げた、じゃあ青森の警察官が知ってるかって知ってるわけがないということですけど、はいはい、やはりこういう番組、それと遺族の方々が情報発信をした、これでやっぱり世論が動いた、やっぱ反社会的になった、社会的反響が非常に高くなったんで、もう八田与一をみんな知る、うん、で先ほどおっしゃったように、やはり声、画像だけでなくって声っていうのは非常に変わらない、はい、顔なんかだったら変装して変わるかもわからんけど、はい、声は一生変わらないんで、はい、声をもとに、八田を探していただいたら非常にありがたいなと思います。この重要事例ではに、ここで、ひき逃げ事件でそうなったというところにはやっぱりこの、指名手配強化月間っていうところに合わせてということもあるんですか。そうですね、毎年11月1日から30日末までは全国警察で全国指名手配強化月間になる。でそれは何なっつったら、各全国警察の警察署の捜査員が本当動いて、例えば管内のホテルとか旅館、これをずっと一斉に探したりとか、それとか駅とか公共の施設をずっと見当たりで探すとか、それとか夜に検問するとかね、
全国の警察官が一丸となって指名手配探しするんですよ。で、職務質問したら、その紹介するんですね、個人紹介、はい、これは例えば AB 紹介するとなったら A が指名手配、うん、B が前科紹介とかで職務質問してパチッとヒットするとか、だから過去にもこの11月の指名手配月間で指名手配者をいくらか捕まえてるんですよ。だから今回も非常に逮捕のチャンスかなっていうふうに私は思ってますけど。強化月間はそれだけやっぱり検挙率が上がってるんですか。そうです、上がってる。やっぱ全国の警察官が全員がやりますから。やっぱりこの、ね、当初だったら八田が目の前歩いてもわからない、はい、しかし、こういう写真で全国の警察官がそのポスターも一覧表も見ますから、手配書で八田探しをしますから、非常に検挙のチャンスが来るかなっていうふうに私は期待してます。先ほどの VTR にもありました重要指名手配というのはですね、現在八田容疑者のほか13人がこのように指定されているということです。桐島聡なんて本当に何じゃ知れ、だから確かに物心ついた時にはもう警察の前に張り出されてたもんね、はい、48年ねえ、月刊だったのか分かんないですけど、たまたま交番に行った時に眼鏡外してたんですよ。そしたらその時にその交番の人にお前小暮に似てるなって言われてなんかいろいろ受けた時あります。こうやってあ、職質を職質、小暮、あの眼鏡外すと似てるんですよ。なんでその時は呼ばれてなんかいろいろ調べられました。あ、ただ多分強化月刊だったのかな。あ、そうだね、はい、いやでも顔変わってるんじゃないかなって思っちゃいますよね、こんだけ年数経つと。そうですよね、かなり変わっとると思う ね、はい、自分の知り合いでも5年経って大手分からへん人なんてザラにいますからね、はい、そうですね、あんまり言うべきじゃないですけど、その芸能人の女性の方も変わってる人変わってますもん ね、 あ、 ね、 あ、 あれこの間とえらい違うなみたいな、ね、はい、そうですね。これはだからこのね、まあでも本当時効直前で逮捕ということなんかもありますしね。そうですね、あの有名なあの福田和子の受刑者なんかは本当に時効前に、あれも声なんですよ、番組ですもんね。そうです、そうです、そうです。あれなんか中国みたいにあんま国に言っちゃダメなのかな、なんか例えばその警察でこんだけいろんなところにカメラあるんですから、なんかそういう特定するみたいな入れちゃダメなんですか、はい、顔認証とかで。それは将来的に進めてます。あ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、まだ今日本じゃそれ難しいと。そうですね、それはまだやってます。なるほど、それできたらね、はい、もっとバッと、そうですね、ね、似てそうな人でも骨格とかそういうのでもね、はいはい、でやっぱりあれですね、もう全国の警察官のもやる気と思うんですね、はい、全国の警察官が1名全員がもうやる気で、全国指名手配者を捕まえるこの意思ね、うんうん、まあ、私なんかはやっぱ見当たりもしたし、実際は、この重要指名手配した被疑者の10本の指紋まで頭に入れとったんですよ。でやはりそういうやっぱやる気の警察官があって初めて、検挙に至ると思うんですね。だからこういうもん20年も10年も捕まらんっていうのは、はい、やはり若干風化している部分もあるし、やっぱりおまわりさんがそういう探すっていうのがちょっとやっぱ若干あのこのやっぱ あると思うんですね。秋山さんズバリ長年の警察やられてた勘で、はい、今、はい、それはもちろん、ね、どうかわからないんですが、可能性としてどこにどういう感じでいると思われますか。はい、やはり一人で島におるってなかなか難しいと思います。やっぱりこれから住んで飲食住が大事なんで、はい、大体の指名手配っていうのは誰かに頼るわけですよ、はい、だから今回はこういう顔写真が出る、今 SNS でもうすごい有名になった、だから表へ今出にくい、こうなると変装して自分の名前を偽ってあるところに潜伏する、それはやはり住み込みで仕事ができるところで潜伏しとる可能性が非常に高いんじゃないかなと。例えば福田和子さんなんかは最初ラブホテルの住み込みでとか、はいはい、なるほど、あのひき逃げ事件というかあの事故を起こした、それですぐに八田容疑者の家に警察が張り込んではないですよね。だそこのロスタイムで
もしかしたら一回家帰ってる可能性ありますよね。そうですね。そうなったらパスポートでってことはそれは絶対ないですか。そうですね、パスポート海外は海外の捜査絶対します、はいはい、でそれはないんで海外には いない。ただ大分からもう出てるっていう可能性は非常に高いと思うんですね。でも逆に全員がもう今は絶対おらんやろと思うのが大分じゃないですか、はいはい、ほんならもし自分が犯人やったとしたら逆にそっち行きますよね。そうですね。だから意外と近いところにおったんかいっていう可能性もありますもんね。そうですね、ゼロではないけど大体の被疑者の逃走者の心理としたらやはり犯行現場から遠ざかりたいっていう心理はあるんですね。はい、でやっぱりこう表舞台に出たくない、はい、やっぱけど食べていかないか、はい、生活せないか、はい、だから人に頼るっていうのが大体多いですね。あで、プロフィール見ると、ホストで働いてたとかっていうこともあるし、はいはい、だからもしかしたらこの事件を知らない女性に、はい、とかっていう可能性として、はい、そうです。重要指名手配の中でもさらにこの人がこう警察の中で重要だみたいな認識とかあるんですか。今回八田容疑者について言うとこう一番新しい人じゃないですか。そうですね。そういう人はやっぱ強化月間の中でもこう、はい、警察の注目度って高まるんですか。やっぱ高まります。やっぱり今これだけ、こういうマスコミで騒いでる八田容疑者ぐらいと思うんですよね、うん、やっぱり重要指名手配者が14人、あとの13人より八田の方が非常に認知度が高い、うんはい、そうなってくるとやはり見当たりする捜査員についても八田は今あんまり変わらないと思うんですね。はい、1年ぐらい、はいはい、だから探しやすいというところがあってみんな全捜査員はこれに注目すると思います。これちなみにその重要指名手配の中で道路交通法っていうのは初めてだと思うんですけども、はいはい、これが このタイミングで強化月間の前に殺人罪にとか殺人容疑に変わるっていうことは、まあ、どういう意味が時効以外でどういう意味があるんですか。捜査上はそんなに変わらないんですか。そうですね、捜査上は変わりませんけど本来なら手順としたら重要事件の殺人未遂で逮捕状を請求してそこから重要指名手配に移行するっていうのが、まあ、普通の手順ですけど、まあ、今回は、道交法でありながら重要指名手配いたっていうのはやはり、こういう番組とかがやっぱり遺族の力でね、社会的反響を本当にこう広めていったかなっていうふうに感じますけどね。じゃあ本当にこのいいタイミングなんかないんですけど本当にこの強化月間の間で、はいはい、もうね、収集打ちたいですね。そうですね、絶好のチャンスかなと思います。だからやはり全国の警察っていうのはこの11月にかけては例えば、本部に対して、こういう計画しますよで実施やったら結果を本部に報告したいとかきっちりやるので本当にこう期待はしたいと思います。ですよね。ジュニアさん今回のこの重要指名手配いや本当にこの番組で初めてやった時は僕も知らなくてそれで初めて知ってそこからこうやって徐々に一般紙なんかでもこう記事を目にするようになっておとついなんてもう全国でドーンって出てっていう本当にこの番組の総合演出が大分出身でポスター1枚見てなんやこれっていうとこから始まってるんですよ。本当にこの強化月間というところでねえご遺族のためにも逮捕になったらなと思います ね。 そうですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。